まあ、更新が終わってしまって、寂しさ反面、えやっとゆっくりと、まあ、ゲームプレイできるっていうね、嬉しさ反面みたいな感じですかね。はい、どうも皆さん、ダンブラーです。 はい。今回はですね、リーダーパスの最後ですね、第6弾、イングランドの統治者のパック、こちらがですね、3月の30日木曜日に更新となりましたので、まあ、新しく追加された3名の指導者について紹介をしていきたいと思います。はい。それでは1人目ですね、ビクトリアの新しいパーソナリティが追加されました。かっこ上記の時代ですね。元々のビクトリアはですね、 えー、帝国の時代ということで、あのー、格好書きが追加されました。はい。上記の時代の方の能力ですね、えー。抱えている工業地帯の建造物ごとに。この抱えてるっていうね、この表現がね、はって感じなんですけど、まあ、あのー、まあ、要は建設済みのってことですね。はい。建設済みの、あのー、工業地帯の建造物ごとに、えー、都市の生産額が10%あると。はい。で、それから全ての 戦略資源で生産力プラス2という能力がついております。ここで後半の方の能力はですね、あの、施設化して開発をしなくても、あの、効果発動するタイプですんで、あの、領土にね、戦略資源囲ってさえいれば、あ能力が適用されるという形になっております。 で、まあ、イギリスの能力はですね、まあ、標準ルールの頃から途中アップデートで,ですね、大きく能力が変わりましたんで、まあ、現在はその世界の工場っていう工業地帯と相性がいい能力になっておりますんで、まあ、このイギリスの世界の工場とうまく組み合わせる感じの能力設定という形になっております。はい。まあ、旧指導者のビクトリアに比べると、あのー、 まあ、王立海軍造船所との、あの、シナジーが、あなくなったということがありますね。えー、まあ、あと、どうしても工業地帯は、まあ、時代で言うと早くても中世以降ぐらいからでしかなかなか活用していけないので、うん、まあ、 あの、指導者の方向性的には、後半の時代に、まあ、知り上がりで強くなっていくという感じの、まあ、設定なんでしょう。あの、戦略資源の確保次第ではね、まあ、序盤から能力使えるかもしれませんが、馬とかその辺を確保しないと結構きついんじゃないかな。はい。 ま、その辺をこう、あの、序盤から確保できなければ、まあ、工業地帯作るまではね、はっきり言ってほとんど能力がないという状態になりますので、序盤のね、立ち上げが結構厳しくなるかなというふうに思います。はい。で、えー、次まして、イギリスの2人目の指導者ですね、えー、エリザベス一世、えー、ドデイクの遺産という能力がついておりますけども、えイングランドの広域の,のこれ,はね,これはね、最初はそうなんですよ。<laughs> あの、この、 シビライゼーション6はね、イギリスはイギリスっていう名前なんで、あのー、ここだけイングランドっていう風に書かれたらちょっと書きから統一してくれると思うんですけど、<laughs> まあいいや。はい。あの、攻撃度の最大数が、最初の大定得を獲得すると、人増加すると。まあ、かっこいいで正しいっていうのがありますよね。はい。えー、という能力が一つ。それから、えーこえー、都市国会続く攻撃度が、まあ、うんたら簡単らありますが、まあ、ゴールドがちょっと強化されるよということが書いてあります。最後の一文はおまけですね。あのー、 広域論の略奪による報酬が100%という、まあ、交易、うんまあ、関係の、まあ、能力っていうのがついてるという感じの、えー、指導者になります。はい、えー。まあ、イギリスはですね、王立海軍造船所ありますんで、うんまあ、他の文明よりも港区域、えー、作るのが早いですから、まあまあ大提督は普通にやっていけばですね、あの、 早めに獲得できると思います。ですんで、あのー、高気度の最大数が2増加するという能力は、まあまあ、あのー、大体ね、どのようにプレイしても、あの、発動できるというふうに思いますんで、まあ、要は高撃度が2増加するという、まあ、能力なんですけどね。<laughs> はい。ただですね、問題はですね、うん、まあ、これだけ見れば、うん、はっきり言ってね、もっとこう、 毒にも薬にもならない指導者能力って何名もいますんで、まあそれらに比べれば一応攻撃度に追加されるっていうだけでもね、まあまあ別にいいじゃないかという見方もあるはあるんですけど、あのー、このビクトリアのね、昔の方の,あのパプスブリタリカの能力が、まあ、うまく発動すると攻撃度の条件増えますんでね、まあ、結構これと被っちゃうんじゃないかなっていうのがね、<laughs> あのー、残念なところではあります。はい。 まあちょっと、どうなんでしょうね <laughs>。はい。まあ一応差別化は、あの、あの細かいところでされてるっちゃされてるんですけど、まあ大まかなね、あの、能力の方向性が、あ似てるところもありますんでね。まあどっち使えばいいんだろうなっていうのはね、難しい判断になるでしょう。はい。で、最後ですね。えっ、ー、と、ノルウェー、えー、ハーラル3世の正しいパーソナリティが追加されました。はい。えー、読んでいきたいと思います、えー。ユニットの徴用に必要なコストが75%低減される。 えー、それからあ、徴用したユニットが敵を倒すと、お戦闘能力の50%に等しい、えー、3つの、えー、いろんなものをこう獲得できるということ。以上です。きつい。相当きついですね、これね。<laughs> だいぶしんどいんじゃないもともとそのノルウェーの能力って、まあのー、標準ルーブからですね、まあのー、アプデで調整されてですね、強化されたんですけど、もともとクナールの あの、文明能力と、それから固有のユニット、ベルセルク、それから、まあ、スターブ協会っていう、この三つのものが、方向性がこう、ぐちゃぐちゃだったんで、なかなかですね、あの、まとまりがなくて、あの、扱いが難しい、あの、能力だったと思うんですよ。喉上がね。で、まあ、あの、かつ、指導者能力も微妙だったっていうことがあって、まあ、あの、結構厳しい、 え、設定だったんですけども、ま、さすがになんか弱すぎるということもあったんでしょう。ま、あの、途中のアップデがですね、あの、能力が大きく切り替わりまして、あ、これ最後あたりで変わったのかなちょっとタイミング忘れちゃいましたけど、まあ、とにかく、あの、最新ではだいぶ強化されたんですよね。で、まあ、あのー、北方の稲妻の、旧ハーラルの能力が結構魅力的になったんで、まあ、これで割とこう動いてるっていう感じの、あの、設定になったんですけど、これがね、なくなって、代わりにこれですよ。 でまたその、あのー、クナールとベルセルクとスターブ協会の,この、あのー、文明のコンセプトと、まあ、そんなにこうシナジーもしてないじゃないですか。結構辛いですよね、これね。<laughs> あのー、一番きついんじゃないかな。あのー、リーダーパスの更新されたね。まあ、これで今回で最後まで更新終わりましたけど、まあ、リーダーパスの、えー、更新された。 指導者の中でまあ,あ総合的にね文明の能力とのこ組み合わせなんかも考えて総合的に考えると一番きついんじゃないかなと正直思いましたうんまあ僕は間違いなく使えませんがあまああのまあ徴用のねあの関連した能力そのものはあのー、シビライゼーションの中においてもですねあまり多くないと思いますあのー、貴重な能力設定ですよだからまああのー、徴用してあのー 都市国家のユニットをうまく活用してやっていきたいみたいな、そういうプレイスタイルがですね、好きな方は、それはそれで面白い能力なのかもしれませんが、ここまでですね、あの、文明能力とのシナジーもね、全くないみたいな感じでなってしまうと、ちょっと辛いものありますよね。は <laughs> せめてね、うん、もうちょっとね、 まあペリクレスって、まあ、ギリシャですね、アクロポリスで使えたギリシャとか、まあもうちょっと他のところでね、こういう能力を追加してくれたら、それはまあ分かるんですよね。うん。その能力をノルウェーで追加してくるかっていうような、えー、印象をまあ強く受けました。はい、そんなわけでですね、まあ今回でリーダーパスの更新がね、全部終わりとなりましたので、まああのー、最後まとめでですね、まあ少し、えー、お話をして、えー、まあこの、 リーダーパスの紹介動画シリーズ終わりにしていきたいとなというふうに思います。まあ、最後ちょっとま、後方でみたいなね、感じになりますんで、まあ、こっから先本当にま、お好みで聞きたい方だけでご視聴いただければというふうに思います。はい。まあ、まずはね、あの、まあ、リーダーパスの更新も、ま、長く続きましたが、最後まで終わりまして、お疲れ様でしたということですね。あのー、まあ、ほっと一息、えー、し、 ついたところですね,自分もねうんまああの新しい指導者の追加の更新が終わってしまってまあ寂しいという気持ちがあるのが半分でもう半分はまあ,あやっと終わったかっていうことで、ね、<laughs> 一息ついて安心したというのが半分ですねまああのーうん、多少バグはあったっちゃありましたけどもまあこれまでの,んの大型 DLC の うんと拡張パックの追加の時とか、それからまあニューフロンティアパスの、ね、更新の時に比べれば、まああのー、結局、あのー、全体的な、ね、ゲームのバランス調整とか、あのー、そういうまあルール変更みたいなものは大きなものがありませんでしたので、まあ、そこはまあ、良、あのーまあ、かったっちゃ良かったし <laughs>、まああのー、そういうのね、まだまだ変更してほしいというふうに思っていた方もたくさんいると思いますけど、まあ あのー、結果的にその辺の変更がなかったんで、まあバグなんかもね、あまり多くはなかったかなっていうね、そういうような更新内容だったというふうに思います。はい。で、内容的にはですね、あのー、ものすごく、えー、前回の ニューフロンティアパスに比べるとデフレしたなという感じですね。まあ、前回のニューフロンティアパスがものすごくインフレしていてですね。あれはもうあの本当に。 あの、インフレが加速しすぎてね、もう、あの、取り、収集がつかなくなった、あの、どうしようもないバトル漫画の展開みたいなのあるじゃないですか。<laughs> そんな感じの展開だったんでね、もうでもどうなるんだみたいな、あれはあれで問題だったんですけど、まあ、それに比べると、まあ、かなり、あのー、抑えた内容になりましたね。どうなんでしょうあのー、前回の,のニューフロンティアパスがあまりにも、はっちゃけすぎて、やりすぎたので、まあ、あのー、 もう少しね、あの、従来の、こう、なんか堅実なあ、シビライゼーションシリーズのこうゲームをやっていたプレイヤー層から、ちょっと怠りが発生したんですかね、あれはね、わかりませんけど。<laughs> まあ、あの、今回はだいぶ落ち着いた、あの、内容でした。ただまあ、あの、あまりにもね、反動でちょっと落ち着,落ち着いた内容にしすぎて、うん、もうちょっとね、 インパクトあるものにして欲してかったなっていうことでここまで言うとね、まあ、バランスが難しいですよね。ああまあニューロンテーマパスまで行くと,とあまりにもやりすぎなんですけど、あのまあ、せっかくもうあの数年越しの,の DLC ですから、まあ、一番最初の、ね、ゲーム発売したばっかだったらこのくらいでも良かったかもしれませんがあ、やっぱちょっとインパクトには欠、ね、けたなというふうに思いますね、全体的に。で、あとまあ最後の,あの今回の イングランドの、あのー、内容についてはですね、<laughs> わあ最後が一番微妙だったかなっていうね、能力的にいう印象を僕は受けましたが、まあ、皆さんはどうだったでしょうか。うん、あの自分の場合ですね、あのー、振り返ってみると、まあ、第1弾から第5弾まで、まあ、1名はね、あのこの人物ちょっと使ってプレイしてみたいなっていうふうに思ったような指導者が1人はいた感じだったんですよね。うーん まあなんですけど、最後の第6弾は、ちょっと一人も使わないかなというふうにね、まあ、思ったくらいでしたので、あの思い出したのがね、あのニューフロンティアパスの時も、あのまあ同じような印象だったんですよ、最後がね。あ,のあれ、確か最後がですね、ゾンビで行きたいモードが追加されましたんで、あの鳥がね、 あのまあ、自分はですがでもまあモードなんか特に好みありますから、まあ、自分はですけど、まあ、かなりずっこいてたんですけどええーみたいな最後これかよみたいな <laughs> それとねあの本当思い出しましたああなんかニューロンティアバスの時も最後こんなんだったなと思ってねあのやっぱまあ最後はもうちょっと盛り上げてほしかったなというふうにまあ個人的には思いましたね <laughs> はいまあそれがあのまあ能力新しく追加されたあの指導者の 能力的なな、ね、内内容容にに、まあ、ああ触れたとということになります、まあ、日本についてはね、新しい指導者、あー徳川家康が追加されましたんで、まあ、これはあの単純に、まあ、あの日本の指導者追加されたということで、まあ嬉しあのー、嬉しかったです。ねえー、嬉しかった嬉しかったんですが、まあ、ただ、能力的には、ねまあ、旧指導者の僕は北条時宗の方があ活かしてるかなという印象を受けましたので、まあ、そこはちょっとこう、あのー、能力的なあれはありますけど、まあまああのー、追加されない。 ないよりはね、まあ追加された方がいいと思いますんで、まあそれは良かったなというふうに思っております。で、最後にですね、えー、っと、まあ、全部ひっくるめて、あの、リーダーパスの,の全体的なあ評価感想みたいなものをですね、最後にお話しして、えー、この後話語りも終わりにしたいなというふうに思います。えー、まあ、明確にですね、2点あんまり良くなかったなというふうに、えー、思ったところがありました。 まず一点はですね、えー、日本語の訳がしょぼい。ね。<laughs> というのがだいぶ目につきました。で、これまでの,あの大型 DLC でも同じようなことはあったんですけど、まあこれまでの時はですね、まあ、あそのゲームの,あの内容自体が大きく変更されますから、まあそういうので開発も忙しいでしょうしね。まあ多少しょうがないかなというふうなことも思ったりはしたんですが、まあ、今回はね、言うて指導者追加されただけですのでね。あー 日本語の文章に,にすると、こう、2行とか3行ぐらいしかない、こう、能力の文章もありますから、それぐらいもう少しね、ちゃんとこう、役を作ってほしかったなというふうに、えー、思いますね。あの、語訳とまでは言いませんが、ちょっと表現の仕方が微妙であったりとか、まあそういうのが目についたなという印象をね、自分は受けました。 ま、この、韓国のね、新しい指導者なんかね、ちょうど今、カーソルを合わさったんで、あれですけど、その、あの、アイコンがね、科学力と文化力逆だったりとか、ま、そういうのも含めてね、ま、もう少しね、このくらいの、あの、内容しかありませんので、あの、ちゃんとやってほしかったな、やってほしかったなというのは、ま、率直に思いましたね。で、それからま、もう一つはね、あの、これはま、何回か前の、リーダーパスの時から話をしてるんですけど、このね、えーゲームの、この、選択画面、 まあ、使いづらくてしょうがないですね。で、まあこれまで、えー、シビライゼーションという、まあ、シビライゼーションというゲームシリーズは、まあ指導者と文明がセットっていうね、えー、形でしたんで、まあ今回はその新しい試みだったと思います。あの、指導者新しく追加されて、まあ指導者と文明っていうのをこう組み合わせでね、いろいろとこう、 あの選択していけるっていうような、あそういうあの道を開いたということは、それ自体はね、まあいいあのアイデアだったというふうに思ってるんですね。まあなんで、この辺はですね、セブン以降にも、まあうまく取り入れていったらいいなというふうに思うんですけど、<laughs> そのアイデア自体は良かったんですけど、まあちょっとなんか、このユーザビリティね、あー、かもうユーザーインターフェースっていう言い方でもいいかもしれよね。このなんか操作性みたいなのがね、こうもう悪すぎるんでね。 まあ、あのー、いずれで今後、あのー、今週末期でね、プレイされてる方にもですね、おそらく、あのー、アップデートが入ってくると思いますけど、まあ、これはちょっと覚悟しておいた方がいいいいと思います。まだね、あのー、同盟の人物はね、これ並んでるんでいいんですけど、名前も違う人物がね、ひどいですね。うん、見づらくてね、はい。 まあちょっと、さすがにあの、インディーのゲームじゃないんだから、ちょっとこ,これはなんか、あの、見てくれが悪すぎるなというふうに、さすがに、まあ誰でも思うと思いますけど、まあ、普通に思いました自分も。はい。うん、まあその2点かな。ちょっとまあ、このくらいの内容にしては、さすがに、まあ、あの、語訳とか表現がつたないみたいな日本語の内容が多すぎるということと、その、あの、 選択画面がね、あの、もうあの、操作性が悪すぎるっていう、こう見づらいね。ね、えー。これについてはもう明確に、えー、まあ、良くないところだったというふうに思います。はい。えー、まあ、その辺はまあ、あの、セブンのね、あの、開発がもう進んでるっていうね、情報も今は出てますから、もうセブン以降にね、期、え、待、ー、かなというふうに思います。 はい。というわけで、今度こそですね、これで本当に最後になりますけども、まあ、リーダーパスの更新も終わり、わりましたね。まあ、さすがに今度こそ、もう今度こそもう、このシビライゼーションの6、えー、ね、最新作6についても、もう更新は終わりになる。 ううといいううに思いますので、まあ、僕のこの動画更新としてもですね、まあ新しい情報を、まあ、何か更新していくみたいなものは本当にまあこれで終わりになると思いますけど、まあ,あの長くお付き合いいただきました方、誠にありがとうございました。まあ、自分のシのシビライゼーション のゲームとの、えー、関わりについてはですね。まあ今後もまあ、あ,ある意味や、ようやく今度こそ、あのー、一息ついて落ち着けますんで、まああのー、この、えー、今度こそ、この最終環境でね、まあゆっくりといろんなあのー、ゲームのプレイをね、やっていこうと思っておりますんで、まあその辺はまたですね、あのー、 いいいいととやっっててきたななうにに思おりりまますし、まあ、いつになるか分かりませんけどね、まあ、今度こそ次はセブンだと思いますんで、で新しいものが来たらですね、まあ、そのエアマートで扱っていきたいなというふうに思いますんで、まあ、今後ともですね、長くこのシビライゼーションのゲームシリーズについては発信をね、やっていきたいと思いますという、まあ、今後のお話を最後にね、えー、交えて、えー、このリーダーパスの あの動画更新シリーズ、これで終わりにしたいと思います。はい。というわけで、えー、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またどこかの動画で、えー、機会があればお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。